オーストラリア、競争馬オーストラリア、オーストラリア、2011年4月8日生まれは、イギリス産のサラブレッド競争場で、2014年のイギリスダービー場である。2歳、G、2013年にブリーダー、ズカップジュベナイルターフトライアルステークスでのとても素晴らしい勝利など2勝を挙げ、管理調教師のエイダム・オブライエンからも高い評価を受けることに行った。 2014年6月7日、イギリスダービー優勝に先立って、5月の2000、ギニーでは、ナイト・オブ・サンダー、キングマン、に次ぐ3着になっている。オーストラリアは、クリゲノー馬で、額には、細い流星がある。生産者は、ニューマーケット、日本オ奥スタンリーハウススタッド、スタンデーハウススタッドである。オーストラリアの父がリレオは、イギリスダービー優勝馬で、 タネボバとして大成功し、5度のチャンピオンサイヤーになっている。ガリレオの3区にはすでに、イギリスダービー優勝馬が2頭おり、それは2007年優勝馬のニューアプローチと2013年優勝馬のルーラー・オブ・ザ・ワールドである。オーストラリアの母ウィジャボードは G1 を7勝している。その中には2004年のオークスも含まれており、カルティエ賞全王年度代表馬に2回、選出されている。 オーストラリアは、ビジャボードの4番子で、ガリレオを父に持つ者としては2番目の子である。オーストラリアの、ゼン・ア姉フィリア・レジナ、フィリア・レギナは、ヤーマス競馬場でハンデ競争を一勝しただけの低い成績に終わった。また、ハンアニのアワー・ブドゥ・プリンス、アワー・ベドゥ・プリンスは、イギリスで三勝した後売却され、今は、オーストラリアのクリス・ウォーラー調教師、クリス、 ワーラーのもとにいる。オーストラリアは、2012年10月にタタソールズの一社馬の、競りに出され、ブラッドストック社のエージェントであるダーモット、デミオバイアン、ダーモット・デミオバーンが、ジョン・マグナー、クールモアグループ代表の代理人として52万5000ギニーで落札した。競争馬としては、オーストラリアの所有権は、共有名義で走ることになる。共有者は、 スーザン・マグナー、スーザン・マグナー、デリック・スミス、デリック・スミス、マイケル・テーバート、マレーシアの建築家、アーキテクト、事業家で、デザート・スター・ホールディング、デザート・スター・ホールディングズ会長の長素徳、テオ・ワー・キング、テオ・ワー・キングである。騎手のジョセフ・オブライエンは、オーストラリアのすべての出走競争に起乗し、服職は、デリック・スミスの紫の絹の勝負服を、ずっと着用している。 共同オーナーのスーザン・マグナーは、クールモアグループの代表ジョン・マグナーの妻で、クールモアグループは、競争馬の命名を、スーザン・マグナーに任せている。ジョン・マグナーによれば、彼らはオーストラリア、国に持っているスタッド、種付牧場にいつか名馬を、つなぎをしたいと望んでおり、それゆえに、この競争馬に、オーストラリアと名付けた、呪うと語っている。オーストラリアのは、 6月30日のカラケーバ場のナナハ波論、約1408メートルメイドン戦、霊勝馬による競争だった。オーストラリアは本命だったが、スタートで後手を踏み、ゴール前です。ゴーク、ストローオングリーを追い上げたが、ジムボルジャー旧社のルネサンスアート、ルネッサンスアートに、首差及ばず2着に終わった。事前も、同じコース、カラケーバ場のナハロンの、 メイド温泉で11頭中1、3枚の大本命で勝った。オーストラリアは次に、9月7日のレッパーズダウン、競馬場のブリーダー、ズカップジュベナイルターフトライアルステークス、G3、1マイルイコール約1609メートルに出走した。4頭立ての競争で、オーストラリアは2番人気だった。1番人気は、ダーモットウェルド、旧社のフリーイーグル、フリーイーグルで、 フリーイーグルはデビュー戦を5馬身半差で勝ってきた馬でや、オーストラリアはキングフィッシャー、キングフィッシャーとフリーイーグルに次いで3番手で進み、残り1ハロン、約201メートルあたりで先頭に立った。ゴール前で加速すると後続に6馬身の差をつけ、素晴らしい勝利を収めた。2014年になっても、オーストラリアは、 春のクラシック前哨戦には出ず、2000ギニーをこのシーズンの初戦に選んだ。5月3日にニューマーケット競馬場のローリーマイルコース直線走路でやれた2000ギニーでは3.5倍の2番人気になった。スタートすると、バクンは幅の広いローリーマイルコースを左右2つのグループに分かれて進んだが、オーストラリアはそのうちスタンド側、騎手目線からは左手側の集団にいた。 オーストラリアは、レースの終盤にこの集団の先頭に出たが、反対側を進んだ集団にいた、ナイト・オブ・サンダーとキングマンが1、2着となり、オーストラリアは3着だった。2000ギニーの後、オブライエンは、結果に満足していると述べ、イギリスダービーの早売り馬券の倍率は3.25倍から2.75倍へ、下がった。オーストラリアは、伝統的なダービーの前哨戦には、一切出なかったが、 有力馬と目されていたゴドルフィングループのトゥルーストーリー、トゥルーストーリーがダンティステイクスで奔走したためオーストラリアの馬券の倍率はますます下がった。大手ブックメーカーのコーラル社はオーストラリアに1.66倍のオッズをつけた。バリードイルで調教を受けた両馬のうち前哨戦に全く出なかったのはオーストラリアだけだった。オーケストラ、オーケストラは チェスターベースに勝ったが、この競争は、前年のカチューマ、ルーラー・オブ・ザ・ワールドが、その後ダービーに優勝していたので、オーケストラの前売り馬券の倍率も下がった。キング・フィッシャーは、デー・ステイクスに勝ち、この年から G3 に格下げされた。アイルランドダービートライアルでは、ジェフリー・チョーサー、ジョフリー・チャウサーが3着になった。これを受けてブックメーカーは、ダービーの二週間前の時点で、 ジェフリー・チョーサーの倍率を大きく変え、オーストラリアの倍率を少し上げた。幸運の心配があって、ダービー直前には、道悪豪号車のキングストンヒルの倍率が下がり、オーストラリアの倍率はまた少し上がった。6月7日のダービーでは、出走馬16頭中、オーストラリアの最終倍率は2.375倍の、本命、対抗のキングストンヒルが8.5倍。 ゴドルフィングループのトゥルーストーリーが9倍となった。オーストラリアは、場乗りでも落ち着いていて、最後に、ゲート入りした。人気薄で51倍のアワーチャンネル、アワーチャンネルが飛び出して、ハイペースを作り出し、キングフィッシャー、キングストンヒルが続き、ジョセフ・オブライエン騎手のオーストラリアはその後方を控えた。最終コーナーの手前からオーストラリアが、外から進出を始め、直線を向くと、 キングストーンヒルが先頭に立ち、直線の早い段階で、オーストラリアがこの先頭争いに加わった。オーストラリアは残り1ハロン近くで、キングストーンヒルとの競り合いを制して先頭に出ると、最後は一馬身1、4に差を広げてゴールした。レース後に、映画オブライエン長教師は、こう語っている。ジョセフ・オブライエン騎手のコメント、イギリスダービーの3週間後、オーストラリアは、 カラ競馬場のアイルランドダービーに出走した。キングストーンヒルが硬すぎるババを嫌って、出走を取り消したので、オーストラリアに、ライバルと呼べそうな馬はおらず、単勝倍率は1.125倍だった。普段の運動みたいなものというほどの楽なレースで、オーストラリアはニワシンハンサで優勝した。2着に、キングフィッシャー、さらにニワシンハンサの3着にはオーケストラが入った。 初めてのコバとの対戦となったインターナショナルステークスも静止 G1.3 連勝を飾った。続くアイリッシュチャンピオンステークスではザグレー・ギャッツ・ビーの2着に敗れた。その後チャンピオンステークスに出走予定だったが右講師のひずめに故障を発生し引退。アイルランドのクールモアスタッドで種ボバ入りする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。